今日は付き合ってくれて助かったぞ、トヤ。お前も早く新刊を読みたかっただろうに。いえ、司先輩のお役に立てたならよかったです。あれ？あそこにいるのってもしかして司さん？お兄ちゃんとトヤくんだ。ヤッホー、おかえりなさい。おお、先にイチカたちじゃないか。うちに遊びに来ていたのか。こんにちは、司さん。そちらの人は？なあ、トウヤだ。俺の後輩で、今日は買い物に付き合ってくれていたんだ。トウヤ、さっきの幼なじみのイチカ、ホナミ、シホだ。はじめまして、青柳トウヤです。よろしくお願いします。司さんの知り合いにしてはまともそう。シホちゃん、シーだよ。それにしてもお兄ちゃんたちすっごい荷物だね。一体何買ってきたの？ふん、これはすべてひな祭りのパーティーグッズだ。それ全部パーティーグッズなの？すごい、ありがとうお兄ちゃん。やっぱり司さんはすごくいいお兄さんだね。まあ、そこは確かにそうかもね。ひな祭りパーティー楽しみだね、サキ。うん、それじゃ今日はありがとう、トウヤくん。手伝ってくれて本当に助かった。感謝する。それではまた学校でな。いえ、こちらこそ楽しかったです。それじゃあ俺はここで。司先輩、ひな人形をとても真剣に選んでいたな。サキさんも友人に囲まれて楽しそうだった。ひな祭りパーティーか。楽しいものになるといいな。まだサキは寝ているようだな。今のうちに買ってきた新しいひな人形を飾ってしまおう。まずは古いひな人形をどけて、近くで見るとひどいな。髪がほつれてしまっているところもあるぞ。だがこのひな人形も今日までか。そう考えると若干名残惜しくもあるが、いかんいかん、感傷に浸ってしまった。このひな人形についてはまた後で考えるとするか。新しいひな人形を置いてと、よし、これでいいだろう。あっ、さっきの驚く顔が楽しみだな。さて、この古い人形はどうしたものか。捨てるのは忍びないが、もうボロボロだしな。しかし、どうして父さんたちはこの人形をそのままにしていたんだ。一応できる限りの汚れは拭き取っているようだが。あれ、お兄ちゃん何してるの？さっき、なぜこんな朝早くに。今日はすっきり目が覚めちゃって。お兄ちゃんこそこんな早くにどうしたの？あれ、お兄ちゃんが持ってるの私のひな人形？サプライズの予定だったが、見つかってしまったなら仕方ない。さき、ひな壇の最上段を見るがいい。ひな壇の？え、あれって？そうだ、新しいひな人形だ。トウヤに協力を仰ぎ、選びに選び抜いたお前のためのひな人形だ。どうだ、サキ、嬉しいか？嬉しいだろうとも。それはもう声が出ないくらいに。どうして、どうして私のおひな様、
新しいのに変えちゃったの？え？どうしてって、それはお前が喜んでくれると思って。全然嬉しくない。なに？私あのお雛様じゃなきゃ嫌なの。あのお雛様は私にとって世界に一つのお雛様なの。なぜだ。ボロボロな雛人形なんて嫌だろう。お兄ちゃん、あの時のこと忘れちゃったの？忘れなどするものか。しっかり胸に刻み込んでいる。だからこそ。ううん、忘れてる。覚えてたらこんなことしないもん。お兄ちゃん、前から忘れっぽいって思ってたけど、まさかこの人形のことまで忘れちゃうなんて。お兄ちゃんの忘れん坊。なに言ったな。だいたいこんなボロボロの人形のどこがいいんだ。これじゃあみんなにも笑われてしまうぞ。笑われたっていいよ。それに兄ちゃんたちは絶対笑わないもん。だがもういい。お兄ちゃんなんて知らない。あの時のことちゃんと思い出せるまで絶好だよ。だから俺は忘れてなどいない。すべて覚えている。忘れてるもん。お兄ちゃんが忘れてないって言うんならもう一生仲直りしないからね。望むところだ。ふんだ。俺は先に学校へ行くからな。行ってきます。勝手にどうぞ。行ってらっしゃい。まったく、さっきのやつ、ボロボロな人形のどこがいいんだ。それに忘れてるとは、俺はまた何か忘れているのか。いや、そんなはずはない。あの日の悔しさを覚えているからこそ俺は。しかし、なんだこのモヤモヤとした気持ちは。まったくわからん。